焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もう。はい、こんにちは。ランチが終わりました。ランチ終わりまかない動画っていう感じですかね。まあ、この動画の途中途中で、今日朝仕入れた野菜とか、あとは、はい、今日の見切り野菜、この段ボール1箱で500円なんですけど、今日中に何が入ってるか見ていきましょうか。さあ、いきません。じゃん、小松菜、玉ねぎ2つと、かぼちゃ、パプリカ、じゃがいもが2つ、ピーマン、人参、大根。いや、人参よく来るんだよね。困るんだね。あと、なぜかすっごいでかい。これ、指見てみれば分かる通り、なんかめちゃくちゃでかいアスパラ来て、これ絶対ニュージーランドだろ。こうね、指2本分くらいあります。の、超でかいね。人参と比べてみて、人参の半分くらいの、アスパラが届いております。今日はこの野菜を使って、味噌汁なりなんなりっていうのを作っていく予定です。魚も今日は仕入れたので、それをちょっと、はい、今日仕入れた魚、ヘダイです。タイの、まあもちろんね、タイってついてるから、平たいタイとか言ってヘダイタイの仲間です。銀色のタイなんですけども、クロダイにちょっと似てるけど、まあクロダイはね、斑点みたいなのがあるからね、ああいうのがついてない、黒というよりはこれ銀ですね。見た目が銀のタイ、ヘダイです。これは今日この後、さばいて、いこうと思います。ちょっと紹介していこうと思います。でこれ食べ終わって、まあ、ちょっといろいろ出かけたりしないけ仕入れとかいろいろやること、結構ね動画の配信をするようになって、なんていうのかな、このランチが終わってから5時の営業が始まるまでの間の時間が結構パツパツになってきてるところがあるので、今まで結構余裕があったんだけど、休みながら休憩しながらでもできたんだけども、ちょっとメモしないと何が終わって何が終わってないかっていうのが分かんなくなってきちゃってるので、まあ、もちろん家のことも含めてね。なので、ちょっとメモを久しぶりに書いて、スケジュールをざっくり立てないと、ちょっとあれだね、こぼれてくるものが出そうかなと思ったんでメモをちょっとしました。で今日のまかないはこんな感じです。まあ、月曜日は、あ、これね、サラダ少し量多いように見えるけども、先週仕込んだやつでもうちょっとお客さんに出せる状態ではないですね。もう水が出ちゃってるので、まあ、塩とオリーブオイルでごまかして食べるような感じかな。あと、スープは今日作ったやつです。中に入ってるのは人参と小松菜とパプリカ。あと今日でっかいアスパラを皮をむいて使っております。だしは特に入れてないです。鶏肉の皮を鶏皮からちょっとだしを取ったくらいで、あとは塩と胡椒で味付けてます。スープがちょっと緑がかってるスープになってるんで、まあ味薄いかなとは思うけど、やっぱりなんていうのかな、野菜のほのかな出汁感が出てくるので、気持ち的には飲んでると落ち着く味にはなってます。それと、先週の、トマトスープ、トマトソースのシチューを作ったんだけども、それが若干、どんくらいかに 100cc くらいが余ってたんで、それをご飯と混ぜてドリア風にしてます。あとは、一枚唐揚げのちっちゃいもも肉が来たので、それを、ちょっとお客さん出せる量じゃないので、唐揚げにしてます。食べてみましょうか。まずは、まあね、やっぱり、まず一番最初に箸をつけるのはこれでしょう、唐揚げでしょう。唐揚げ食べないことにはね、美味しいです。やっぱり今日仕入れて仕込んだものなので新鮮な味がしますね。うまみがしっかり入ってる。やっぱね、唐揚げその漬けるっていう作業もあるんだけど、ちょっとでいいよ別に。そんなちょっと何もしないよりは醤油とか塩とかで揉んだ方が絶対的に味が出るというよりは、小麦粉なり片栗粉なりがしっかり入るからカラッと上がる。そういうの全く少ないとパサパサになっちゃうので、やっぱりある程度水分吸わせた方がカラッとは上がります。じゃあちょっとこの水が出てしまった、ほうれん草と水菜とサニーレタスの野菜ですかね、確か。
塩分が強い、上に塩かけてるからね。やっぱりあともう2日経ってるのでヘナヘナしてるのはしょうがないよね。こればっかりはちょっとこのヘナヘナ感はもうサニー、こうやって色がね真ん中に水が入っちゃってるほうれん草とか野菜になってきちゃってるので、これはちょっとお客さんには出せないかなと思います。うん、うん、まあいいんじゃないですか。まかないで捨てるよりは食べた方がいいっていう感じですかね。あとこのスープね、スープはね途中途中飲んでるんで味わかります。はい、これがパプリカ、これがもう刻みに刻んだアスパラ、これで結構4分の1以上カットしてるからね。うん、あ、いいですね。うん、いいじゃないですか。うん、柔らかくなってます。やっぱり煮込めばアスパラ柔らかくなるよ。はい、薄く切った人参、薄く切ったというよりはピーラーでやったやつです。で玉ねぎ、うん、柔らかい。で、ずっと火を通してると、わかるかな？鍋にずっと火を通してると、1時間、2時間でこんな色じゃなくなっちゃうんですよ。黒くなってしまうので、野菜を入れたら、もう余熱で火を入れるような感じかな。特に葉物に関してはね。葉物ばっかりだからね。人参だけ根菜だけど、人参だけあれです。先に。人参すらもピーラーで剥いてるから葉物と同じくらい火が入りやすいと。うん、あ、美味しいです。うん、全く出汁が出てないってわけではない。やっぱり野菜のそれなりのほのかな甘みが出てるので、なんか味噌汁飲んだなとかスープ飲んで落ち着くなって心が落ち着くなっていう感じの味にはなってます。で最後に、ご飯を食べてみましょうか。なんか台風来るんだよね、そういえばね、週末ね。東京も結構影響出るようです。これ結構ね、このトマトスシチュー作ったんだけど、週末金曜日出したんだけど、牛肉も入れてて意外と原価かかってるんですよ。うん、美味しい。意外と牛肉っていうか柔らかい、見た目よりも。チーズはちょっとパリッとはしてるけど、ややパリッとはしてるけど、ご飯自体はトマトソースが思った以上に、ご飯がソースを吸って柔らかくなってる。うん、美味しいね。これはやっぱり価値があるね。今日ランチでドリアと唐揚げ定食っていう形で、これと似たような状態のものを出しております。もちろんお客さん出すのはもっとちゃんとしてるやつなんだけどね、形が整ってるものは出してるけど、でも味的には大して変わらないんじゃないかなと思って。うん、美味しいですね。はい、では皆さん午後も頑張ってください。バイバーイ。